銀霊バス株式会社は、かつて、北海道札幌市に本社を置き、バス事業等を運営していた企業である。2013年10月に、北都交通へ、バス事業を譲渡した。以下は、バス事業譲渡前の状況である。経営が悪化し、倒産状態であった、昭和50年代前半に、現代表取締役社長の渡辺勝人の父、渡辺清氏が買収。 1979年に渡辺勝人が代表取締役専務に就任。昇給の3年間凍結や全国営業案やで日本航空や近畿日本ツーリストと契約するなど立て直しに当たった。3年後はまだ赤字であったが、約束通り昇給を行って社員の指揮が回復し、バスを増車するなど業績が回復。 1983年には黒字に転換した。2004年に民事再生法の適用を申請した北斗交通を買収し、両社拠点の統合などが行われた。2013年9月をめどに北斗交通へバス事業を上都し事業を一本化。銀霊バスは持ち株会社北斗ホールディングスに改祖する予定であることが報じられている。 路線バス車両は8台保有。都市間バスの運行のみで、いわゆる一般路線バスの運行は行っていない。いずれも予約制で、バス会社窓口や旅行会社のほか、ハートランドフェリー離島営業所、銀霊バスグループ運営のインターネット予約サイト、バスナビ北海道、2010年9月14日より、提携を開始したウィラートラベルで受け付ける。特急浜名ス号札幌ルモイ館は、 中高便の場合道央自動車道と深川アルモイ自動車道を経由するが、夜行便の場合国道275号と国道233号を経由していた。1981年4月1日運行開始。当初は開園制貸切バスとして運行された。豊富町にも停車したが、1985年4月1日に、前年より沿岸バスが札幌羽幌、 豊富館の運行をを開始したことを受けてて廃止されている札幌市内は当初京王プラザホテル札幌に発着していたが札幌駅前ターミナルセンチュリーロイヤルホテルへの変更を経て上都時は第2バスセンター発札幌駅前駅で運行していた2005年11月よりバスを利用した生鮮品輸送サービスを試験的に開始した 宗谷バス特急若内号とは競合していたが、バス路線新規参入自由化や JR 北海道の宗谷などの特急化に対する競争力強化のため2001年7月20日より共同運行を開始し、運賃値下げや回数乗車券設定し、上途後も行っている。特急セタナ号夏季と年末年始限定で運行。夏季はオクシセタナ航路に接続運行し、 関連会社の北海道アクセスネットワークが、バス往復と串利島観光をセットにした旅行パックを発売する。かつては、豊浦町立国保病院にも停車していたが、おしゃまんべき前のおしゃまんべぶすさんセンターへの変更と同時に廃止されている。一部の系統はグループ会社の東北観光バスが運行した。北海道リゾートライナー貸し切りバス車両は35台、保有。 事業は札幌運輸支局、旭川運輸支局管内での発着が認められている。2008年に解散したブルーバスグループに加盟していたが、共通塗装は導入していなかった。北斗交通などとともに、関連会社である北海道アクセスネットワーク主催のツアーバス、北海道リゾートライナーの運行を担当する。椅子図自動車製、日野自動車製など各社から、 スーパーハイデッカー車を中心に導入する。富士重製の車体を仮装する車両を多く導入し、中でも日野、セレガニ、富士重仮装といった希少な組み合わせの車両を所有する。近年は新車、中古車を含めて純正車体の車両も導入する。塗装は赤と青のラインが入った自社塗装のほか北海道リゾートライナー用はの金色ベース塗装で、 一部一般貸し切り車両でも使われる。都市間車両は近年は北都交通の塗装を流用し、北都の塗装もそのまま使われ、社名表記程度の違いとなっている。銀霊バスで役目を終えた車両は、北海道内を中心に各事業者に譲渡されて引き続き使用されている。古物商許可を受けており、公式サイト内に中古車情報のページを設けている。 系列会社の道北観光バスは、札幌ルモイ、枠内間に日本初の開園性貸切バスを運行したが、すでにルモイ札幌間に乗り合い路線を運行していた北海道中央バスが、乗り合い事業免許を持たない事業者が定期的に乗客を募って輸送する形態は、乗り合い類似行為として既存業者を圧迫すると意義を申し立てた。合わせて、 既存の特急通流線に代わる直行便を新設し、旅重なる増改と続行便や2階バスの投入で、これに対抗した。また、東北観光バスが、運行開始した後に宗谷バスも会員制化しきりバス、沿岸バスは21乗バスを新設し、車掌乗務による飲み物サービスを導入するなどして、対抗した。現在は、本州方面でも、一般的に認知されている。 ツアーバス方式だが、当時は、貸し切り事業者の乗り合い類事行為への判断が曖昧だったこともあり、問題は、運輸省を巻き込むまでに発展したが、道北観光バスと総屋バス、21条運行の沿岸バスの3社に対して、乗り合い路線として、改めて申請するよう指導がなされた。しかし、総谷バスと、沿岸バスは、認可が降りたものの、札幌ルモイ館では既存業者が、 すでに運行中とのことで認可が降りず、結果的に東北観光バスは札幌ルモイ館から撤退した。当時訴訟問題にまで発展したが、北海道中央バスが対抗申請を準備していた札幌稚内線の参入を取り下げたこともあり、東北観光バスは豊島町距離バスの開設にあたり、一定の役目を果たしたとして訴訟を取り下げた。東北観光バスは その後、稚内札幌間、稚内旭川間を21条申請による運行認可を受けて営業していたが、後に銀霊バスと経営統合し、現在は銀霊バスが路線免許バス事業者として稚内札幌間、札幌世田名間を運行している。この後、北海道内をはじめ全国的に、都島町距離バスの運行が急増し、現在に至っている。 銀霊バスを中心に共栄幸運事業、共同組合を構成。ありがとうございます。